どうも、枝豆です。今回はフットボックス G が使うポリシンスの応用技、紹介していこうと思います。でね、今回紹介する技ね、あの2つの技からなってるんですけども、あの、まあ、どちらの、ね、技も習得自体は結構簡単なんですけど、これ合わせた時の難易度結構やばいなって体感してて、ちょっと難しいんですよね。この技を使い慣らしてみたいという方はね、もうこの技を覚えてからもうどんどん使って、あの慣らしていってください。ということでね、早速参ります。レッツラゴー。で、今回紹介する技はですね、ポリシンスにスライサーハイハット、これを付け加えます。で、付け加えるとこういう音になります。これね、あの聞いてもらったら分かる通り綺麗じゃないですよね。俺の本当に難しい、これマッチで難しい。あのフットボックス G は本当軽々めっちゃ綺麗にやるからね、あ、この2つの技合わせただけなんかは俺にもできるかなってやってったらもうね、ボコボコにされますよ、これ本当に。そうだね、この技の使い方はもうフットボックス G っていう本人いるんで、はい、彼を参考にするといいんじゃないかなって思います。特にね、この技なんか彼以外あんまり使ってる人いないと思うので、彼の使い方を真似て、そこからパクって自分の要素を付け加えるみたいな感じの使い方がいいんじゃないかなって個人的には思います。ということでね、今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。